テレビアニメ、柱稽古編。まだ放送日は未定ですが、柱稽古編を見る前に絶対に知っておくべき点があります。それは、胡蝶姉妹と岩柱、姫島行明の関係性。ここを知っているか否かで、この後の物語の深みが変わってきます。胡蝶姉妹はもちろん、姫島行明という人物が好きになること間違いなし。どうぞ最後までご覧ください。今のうちにチャンネル登録、いいねと共有ボタンもプッシュ。では参ろう。虫柱、胡蝶忍。虫柱、胡蝶忍。誕生日は2月24日。東京生まれの18歳。身長は151センチ、体重は37キロです。趣味は怪談話で、好きなものは生姜の佃煮。嫌いなものは、犬や猫などの毛の生えた生き物。アニメの声優は早見沙織さんです。胡蝶忍の歴史。幼少期から鬼殺隊入隊まで。幼い頃は、両親が大好きで甘えん坊だったという忍。庭に生えていた薬草から独学で薬を調合するなど、幼い頃からその才能を発揮していました。ある日、胡蝶家が鬼に襲われ両親が殺されてしまいます。忍と姉のかなえだけは、間一髪で岩柱、姫島行明に助けられました。その後二人は、姫島が手配した隠しによって、親戚の元へ送られます。二人は両親の遺体を納棺した後、隠しから姫島の居場所を聞き出し、家に押しかけます。二人の目的は、助けてくれた姫島に礼を言うこと。そして、鬼の首を切る方法を知るためです。鬼殺隊については隠しから情報を得ていました。姫島は子供が苦手でした。子供に裏切られた過去があるからです。子供と関わりたくないと考えていた姫島は、二人に家に帰るよう言います。平凡に暮らし、命を繋いでいってほしいという思いもありました。しかし、胡蝶姉妹は帰りませんでした。すべてを捨ててきたという胡蝶姉妹。帰る家はないと言います。二人は鬼の首の切り方を教わるまで帰らないと言い、家の手伝いをするようになります。二人との関わりの中で、姫島は胡蝶姉妹の決定的な違いを心の目で感じ取ります。姉のかなえの中には、深い悲しみと悲痛な決意がある。妹の忍の中には、燃えるような怒り、憎悪があった。また、姉のかなえは鬼をも救いたいという優しすぎる一面がありました。妹の忍は小さく、鬼の首を切るには筋肉量が明らかに足りない。二人は鬼狩りになるべきではないと姫島は感じます。姫島は無理やり二人を返すわけにもいかず、三日間を共に過ごします。先に音を上げたのは姫島行明。このまま一緒に過ごせば情が移る。そう考えた姫島は二人にある試練を課し、試練を突破すれば育てを紹介すると約束。その試練とは、巨大な岩を動かすこと。姫島が修行に使っている大岩です。女性二人の力では、まず動かせない重さの岩です。姫島は二人に諦めさせるために、わざとこの試練を考えました。そして姫島は任務に出かけます。任務から帰ってきた姫島。そこにはまだ胡蝶姉妹がいました。岩は少しだけ動いている。テコの原理を利用し、なんとか少しだけ岩を動かすことができた胡蝶姉妹。これには姫島も認めざるを得ませんでした。そして二人に別々に育てを紹介。離れ離れになった姉妹は、それぞれ最終選別を突破していきます。つゆりかなおとの出会い。かなおが幼い頃、人飼いに連れられているところを胡蝶姉妹が助けます。ここではかなえの優しすぎる性格と、忍の勝ち気で大胆かつ、直情的な性格が見て取れます。これこそが本来の忍の性格。鬼に両親を殺され、忍はこの性格に変化しました。本来の甘えん坊な性格に、鬼への怒りと憎悪が合わさった性格です。ちなみにつゆりという名前は、候補として挙がった名前から、かなお本人が決めました。他の候補として、胡蝶、神崎、久世、元宮があったそうです。妹が欲しかった神崎葵は、神崎を激推ししていたそうな。姉の死から、柱になるまで。ある鬼の手により、胡蝶かなえは殉職。忍は最後の家族まで鬼の手により失ってしまいました。そして、ここで忍の性格は再度変化。勝ち気で大胆かつ直情的な性格から、今度は笑顔を絶やさない、穏やかな性格となりました。この性格は、姉の性格を自身に投影したもの。姉が自分の笑顔を好きと言ってくれていたことから、常に笑みを浮かべるようになりました。しかし、心の中では常に怒りと憎悪の感情が渦巻いており、その憎悪の深さは風柱、品津川実美にも匹敵するほどと言われています。ここから忍は、家族を殺された怒りと憎悪を原動力に、
藤の花の毒を用いた戦闘スタイルを確立させていきます。そしてとうとう鬼の首を切れないながらに柱になるという異例の昇進を遂げます。柱になった直後、胡蝶忍は富岡義勇外伝に登場。言葉足らずで不器用な富岡義勇をサポートしていく。その中で忍はこのように語っています。殺すのは悪い鬼だけ。今まで一度も人を食わず餓死を選ぶ鬼がいれば私は見とる。慈愛の心で最後まで。これも姉のカナエの意志。鬼は元人間であり、皆殺しにするというわけではない。あくまで滅するのが悪い鬼。ここは他の柱とは少し違う感情かもしれません。そして、無事に任務を終えた二人は会食。忍が蕎麦をすする中、義勇が柱になったばかりの忍に対してエールを送ります。しかし、言葉足らずから義勇の真意は伝わらず、鮭大根を見た義勇の笑顔の下りで締めくくられます。なたぐも山。忍が柱になって約2年後のこと、富岡義勇と共に十二鬼月が現れたなたぐも山に救援に向かいます。この二人のコンビは、親方様も相性がいいと見抜いていたのでしょう。おそらく何度か行動を共にしていたと思います。忍は、つぶこのつゆりかなおや隠しを連れ、なたぐも山に向かいます。そして自身は十二鬼月を討伐。また、雲にされた人を治療して回ります。その裏ではかなおや隠しに事後処理を指示。忍は強い鬼を倒せるだけではなく、治療に加えて組織としても行動できる超ハイスペックな柱。これは富岡義勇にはできない芸当です。単純に強いだけの義勇をサポートする意味でも、二人の相性は抜群と言えるでしょう。中合裁判。炭治郎と禰豆子の二人を生かすか否か。それを決める中合裁判。忍も虫柱として裁判に参加しています。忍の意見は中立。かまど兄弟に興味津々と言った方が正しいでしょうか。忍は炭治郎から話を聞き出そうとしています。炭治郎が姉のカナエの鬼と仲良くという部分を体現しているからです。外伝で忍は言っていました。殺すのは悪い鬼だけ。今まで一度も人を食わず、餓死を選ぶ鬼がいれば私は見とる。慈愛の心で最後まで。この思いもあって、忍は炭治郎と禰豆子の話を聞きたいと思ったのです。忍の真意としては、人を食わない鬼なんていない、と思っていたのでしょう。しかし、実際に人を食わない鬼が目の前に現れた。ましてや人を守る鬼。忍が裁判後に、自らかまど兄弟を引き取ると言い出したのも、少しでも二人の事情を知りたかったからなのでしょう。蝶屋敷編。胡蝶忍の指定。庭にはたくさんの蝶が舞っており、胡蝶という名前からも蝶屋敷という名称が付けられた模様。初代花柱から引き継がれている屋敷であり、作中ではカナエから忍へ引き継がれることになりました。蝶屋敷は花柱の指定というだけではなく、様々な機能を持った要所です。まず、鬼に家族を殺され、居場所をなくした人のための孤児院。そして、忍の薬学を用いた、鬼殺大使の治療を行う治療院。また、治療を終えた大使の機能を回復させる訓練所。炭治郎たちや柱は大きな戦いの後、必ずこの蝶屋敷を経由しています。これらを運営するのは忍だけではなく、引き取られた孤児や、理由があって鬼と戦えなかった者たちです。忍は、蝶屋敷編で炭治郎に、ある夢を託しています。それは鬼と仲良くすること。姉の優しさと重なる炭治郎の優しさ。そして実際に鬼の禰豆子と仲良く生きている。その姿を見た忍は、姉の夢を託したいと考えました。炭治郎に怒っているかと内心を見抜かれた時は、心の中のどうしようもない鬼への怒りを打ち明けました。そして、少し疲れたと話します。姉の思いを受け継ぎ、自分の本来の性格、感情を押し殺して生きることに疲れたのです。自分の保身のために嘘ばかりを言い、剥き出しの本能のままに人を殺す鬼。そんな鬼と仲良くする方法が見えなかった忍。可能性を見せてくれた炭治郎たちを見ていると、自分の代わりに頑張ってくれているようで安心する。忍は最後にそう語っています。柱稽古編。蝶屋敷の一件後、忍の目立った登場はないまま、柱稽古編へ突入。開かれた緊急中合会議に忍も参加しています。ここでは目立った発言はありません。おまけページには、あざの説明をうまくできず照れている蜜璃に、そっとハンカチを渡すシーンが描かれています。そして虫柱、胡蝶忍の柱稽古。忍は今回の柱稽古には参加していません。それよりも優先すべきことがあったのです。
それは、禰豆子の変貌を含めての、珠代との鬼の共同調査。忍はその場に向かう前に、花尾に姉を殺した鬼について話します。そしてその倒し方についても、忍が柱稽古編で取った行動は2つです。鬼の共同調査を珠代と始める。そして、姉を殺した鬼の倒し方を花尾に説明しておく。この行動が、後々重要な意味を持つことになります。また、中央会議解散の際、忍は姫島に柱稽古に参加しないことを告白。姫島は、忍の体の秘密を知っていました。毒か、とただ一言。姫島はこの時点でも、自分の取った行動が正しかったのかわかりませんでした。胡蝶姉妹が鬼狩りにならず、普通に暮らしていれば。しかし、姫島は後悔していません。その後悔は剣士として立派に死んでいった、かなえの生き様を否定することになるから。忍は中央会議の場から立ち去ろうとします。そこに声をかける姫島。忍。幼い頃のように呼びかける。忍の体をまとう気がわずかに乱れる。幼い頃の、姫島との短い日々を思い出したのです。しかし、忍はすぐに元の落ち着いた気配に戻ります。何かを言いかけた姫島。止めたい気持ちがあった。しかし、口には出せなかった。姉の仇を討つことだけを胸に、ここまで生きてきた忍。それを止める権利などこの世の誰にもない。いや、何でもない。その言葉を口にするのがやっとでした。忍は、変の姫島さん、と言いその場を後にします。これが二人の最後の別れとなりました。まとめ的なもの。虫柱、胡蝶忍の柱稽古は見れませんでしたが、実は裏に岩柱、姫島行名との感動秘話が隠されています。これらがアニメで描かれるのかどうか、鬼滅の刃を理解するためには、必ず知っておくべきストーリー。ここは描いてほしい。また、虫柱、胡蝶忍の稽古も見てみたかった。過去には稽古をつけたこともあると思います。虫柱らしく毒の耐性を上げるための稽古。または薬の調合を学ぶ稽古。皆さんは虫柱の柱稽古について、どんな稽古だったと思いますか？コメント欄で教えてください。今回の記事は以上です。それではまた。